氷の抜け道でしたっけ、あそこのなんか滑る床が、あれ相当難しいですよね。ものすごい時間かかりましたね。全然もう攻略できなくて、1回2日間くらい空けましたもん。だって2日間くらい放置した後にもう一回やったら奇跡的に通れて、あとはもうこっちのもんだみたいな、そんな感じでした。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。一番印象に残ったのはバンギラス。多分一番こいつ強いんじゃないかなって。ポケモンって結構可愛いイメージなんですけど、すっごいバンギラスはなんか、なんていうか悪、子供ながらかっこよく見えて、なんか良かった。悪のタイプを持ってるので、なんかすごい強かったっていうイメージがもうずっと残ってますね。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。ウソッキなんで動かないか最初分からなくて、普通にイヤギリで切れると思ったんですよ。でイヤギリでも話しかけてもうねって動くだけで、どうしたらいいんだろうってすごい悩みました。しばらく本当に踊るだけだったんで、結構時間かかりましたね。あそこを解くのはゲットできました。その時もスーパーボールは、その時は50。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。チョンチって多分僕の中でポケモンの中で最強だと思うんですよ。ある意味伝説のポケモンなんですけど、なんでかっていうと電気タイプと水タイプ両方入ってるじゃないですか。進化したらめちゃくちゃ可愛いランタンに進化するっていうところ。そうなんですよ、僕可愛い系が好きなんですよ。みんな同級生とかやっぱりバンギラスとかかっこいい系のポケモンいっちゃうんですよ。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。